午前11時過ぎに観光船「カズワンが発見されましたで先ほど入ってきたのがこちらの映像なんですが提供は海上保安庁です海上自衛隊の掃海艇、伊豆島が捜索に当たっていたんですけれども水深、深さがおよそ1 2 0メートルの海底で捉えた映像がこちらになります 120m ですので光がもうほとんど届きませんそんな中水中カメラの照らした照明に浮かび上がった文字がこちら「カズワン はっきりと読み取ることができますねまあ、このことからこの船が遭難した船体だというふうに確認をされました、えー、今日午前11時7分ごろカシュニの滝付近の海底でこの船体が確認されたということです